マニトゥーリン島は北アメリカのヒューロン湖の中にある島。カナダのオンタリオ州のマニトゥーリン地区に属する。面積は2766平方キロメートルで、淡水湖の中にある島としては世界最大の面積を持つ。世界で174番目に大きい島で、カナダでは31番目に大きい島である。マニトゥーリンは先住民族オジブワ族の言語オジブ英語で、 魂の島を意味する。島の北は、ノース海峡、東は、ジョージア湾と接している。西には、ミシサギ海峡を隔てて、コックバーン島がある。ノース海峡には、リトルカレントに橋が架かっている。春の終わりから10月初めまでは、ブルース半島先端のトバーモリーと、マニトゥーリン島南のサウスベーマスとの間に、フェリーが運行されている。 島内には18の町がある。この島には、マニトゥー湖、カガオ,オング湖、ミンデモヤ湖など淡水湖が108所あり、また、カガオ,オング川、マニトゥー川、ミンデモヤ川があり、大西洋酒やマスが産卵を行う。島にある湖のうち、面積約104平方キロメートルのマニトゥー湖は、淡水湖の中の島にある湖として、世界最大のものである。また、 面積約38.69平方キロメートルのミンデモヤ湖にあるトレジャー島は湖にある島の中の湖にある島として世界最大のものである。ありがとうございます。